はい、こんにちは、ゆうたです。今日は ACI Azure コンテナインスタンスですね、これをいじっていこうかなと思います。これはですね、AWS の ECS に相当するものですね。エラティスティックコンテナサービス、要はその、Docker の基盤になっていて、コンテナを、デプロイ、アップロードすると、コンテナイメージをアップロードするともう動くようになっているマネージドサービスと呼ばれるものですね。はい、使っていきたいと思います。上のところでコンテナとかやると出てきますね。はい、Azure、コンテナインスタンスってやつですね。で、作っていきます。リソースグループ何も作ってないので、なんか適当に作りますね。で、コンテナ名、これ1である必要がありませんね。何でもいいんですけど、テストにしときましょう。で、いろいろ選べるんですけど、一旦このクイックスタートイメージっていうのでやりますね。これってなんかいろいろ用意されてるんですね。この Azure の方でもともと用意されてるイメージ、これをちょっと使ってまずやってみます。はい、でネットワークはパブリックで公開しますね。こっちから使いたいので、ラベル名はなんか適当なものを入れます。で、80番が公開されてる。うん。ここら辺は、そのままで、作成とやると、まあ、デプロイが進行中ですっていうふうに出ますね。はい、できました。で、これリソースに移動と。で、FQDN が今回ついてますね。はい。これ DNS のその、なんていうのかな。ドメイン名みたいなやつですね。はい。これがついているんで、ま、移動すると、まあ、こういう、うん、なんていうんだ。なんかもともと、こういうの用意してくれてるんですね。はい。というので、まあ、これコンテナ上の、なんか、ウェブサーバーみたいのが動いてると思うんですね。Azure で用意されてるやつ。はい。ということで、まあ、こういう感じで使うことができます。で、ですね。ちょっともう一つ別のをちょっとやってみたいなと思うんですけど、一応ですね、僕のその Docker Hub っていう Docker をコンテナを、管理する、リポジトリみたいなのがあるんですけど、まあ、ここにその、まあ、その大したことないコンテナを一つアップロードしてるんで、それを使ってみたいと思います。Docker Hub に簡単なイメージを上げているので、まあ、それを使いたいなと思います。ちょっとローカルで動かしてみると、という感じです。で、今ローカルで、コンテナが起動している状態ですね。ローカルホストの8080ポートで起動している、まあ、こういう、まあ、しょうもない、コンテナが立ち上がっています。はい。で、これを、この Azure で起動するっていうのをやりますね。またコンテナインスタンスで、追加していきます。リ
ソースグループさっきのコンテナにしちゃいましょう。エンジン X にしますかね。東日本。で、今回は、Docker Hub に上げてるやつなので、V1 タグですね。はい。で、これ指定して、パブリックですね。で、DNS 名前指定します。で、もう一回作っていきます。はい、デプロイ完了しましたと出ました。はい、そうするとこの FQDN がついてますね。これちょっとアクセスしてみたいと思います。はい、という感じですね。はい、まあこういう感じで簡単にインスタンスをコンテナをこの公開できるっていう感じです。はい、という感じですね。じゃあ終わりにします。ありがとうございます。